ているレダ・マイカグラです。チームスローガン、人間大好き、愛情集団、平均年齢39歳、50から80代が4分の1を占める社会人チームです。年齢、体力、立場が違う者同士、同じ目標に向かって練習に励んでいます。はい、お待たせいたしました。それでは元気よく挨拶いたしましょう。会場の皆様、おはようございます。おはようございます。船橋の目田舞神楽と申します。今年も楽しみにしておりましたこのお祭り、肌寒いですけれども精一杯踊らさせていただきます。踊る前にですね、見ている方にちょっとお願いがあります。うち人数が多いもんですね、結構キワキワまで演技するので、僕のこちら側の方はちょっとその白線のには乗っからないぐらい、白い縦線には乗っからないぐらい、その辺ぐらいで大丈夫です。こっち側の方もそこの、道路のちょっと際ぐらいまで下がっていただけると踊り子も精一杯踊ることができます。蹴っ飛ばしちゃったりお客様の足を踏んでしまうとお互い怪我してしまって楽しくないので、ちょっとだけご協力をよろしくお願いします。これで踊り子は精一杯踊ることができますので、皆さんご協力ありがとうございます。で、改めまして、精一杯、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは行きたいと思います。千葉船橋、レダ・マイカグラです。道なき道を切り開く勇気はあるか、覚悟はあるか、涙で滲む夢のかけら、どんどんこの手で掴み取れ。
皆様、お手の拝借。